SSC の施設超伝導超大型加速機は1980年代に計画されアメリカ合衆国のテキサス州は草八位の地下に建造される予定であった超大型円形粒子加速機である。しかし様々な問題が噴出して計画は頓挫した。リング州長は約 86.6km という空前の規模であり、円周の内部面積は 東京23区に匹敵する。20テブのビームを正面衝突させて40テブの超高エネルギーを達成する世界最大の粒子加速器で建造目的の一つとしてヒックス粒子の発見が期待されていた。宇宙ステーションヒトゲノム計画と並ぶ巨大科学プロジェクトとして位置づけられ、建造費は当初の見積もりで50から60億ドル。 最終的には80億ドル以上に達した。建設にあたっては、全米の20州以上が熱心な誘致合戦を繰り広げ、1989年にテキサス州のワクサ8位が選定された。この地は、ダラス・フォートワース国際空港が近郊にあり、ジョーク層の地質で加速機本体を埋めるトンネルを掘りやすいという有利な立地条件にあったのと、テキサス州が 最大10億ドルもの資金援助を申し出たことによる。しかし、当初計画の見直しにより、経費が大幅に膨れ上がり、資金不足に陥って、日本からの資金調達にも失敗した。その他、行政機構と物理学者の内部対立や、超電導磁石の大量製造の困難など様々なトラブルを抱え込んで、批判が続出した。 1992から93年にかけて議会で計画中止案が出され、クリントン政権下で可決された。プロジェクトが中止された時点で、すでに建造費の20億ドルが費やされ、トンネルは 22.5km が掘り進められていた。ありがとうございます。